柴田です。今日はアコースティックギターを使った検証動画になります。今回何をするかというとですね、この Zoom の MS50G、 こちらに入っているアコースティックシミュレーター、こちらを使っていろんなギターを鳴らしてみたいなと思います。どのタイプのギターが一番アコースティックの音に近くなるのかっていう検証動画なんですけれども、使うギターはですね、テレキャスタイプ、ストラトタイプ、あとハムバッカーのギターとジャズマスターの4本ですね。これをですね、ライン取りしていって、どのギターが一番実際のアコースティックギターのラインの音に近いかというか、まあどれが好みかみたいな感じのですね、検証していきたいと思います。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。アコースティックシミュレーター、Zoom のですね、MS50G のアコースティックシミュレーター、非常に優れておりますね。まあ、ただですね、やはり実際のアコースティックとは
ちょっとやっぱ音域のレンジですね、幅、ローの方がやっぱりしっかり出るなと、アコースティックギターの方がですね、実際のアコースティックギターの方がローがしっかり出るなっていう印象がありましたね。まあ楽曲に合ったような EQ 設定とかをしていくと思うので、まあ今回検証結果としてはですね、MS50G のアコースティックシミュレーターしっかりとレコーディングでも使えますよというところが検証結果という形にさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。